静寂の図書館は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー第4シリーズ第8話。2008年5月31日に、初めて BBC1 で放送された。6月7日に放送された、後編、影の森との2部作の前編である。これら2話は、第1シリーズ、空っぽの少年、ドクターは踊るで、同じく2部作の脚本を担当したスティーブン・モファットが、執筆した。 本作では、考古学者、リバー・ソングが異星人のタイムトラベラーである10代目ドクターを51世紀の惑星規模の図書館へ呼び出す。図書館は彼らが到着する100年前に数千人の来館者が痕跡もなく失踪して閉鎖されていた。リバー・ソングがすでにドクターと何度も会っている一方、この時点でのドクターは彼女のことを知らないということが、このエピソードで確立された。 本作は9号賞にノミネートされているほか未来の物語で重要な役割を担う登場人物リバー・ソングが初登場したことで重要である。放送の数日前には BBC は2005年に新シリーズが始動して以来当時の制作総指揮を担っていたラッセル・ T ・デイビスと交代する形でモファットが2010年のドクター・フー・第イゴシリーズの制作総指揮につくことを 告知した。スティーブン・モファットによると、襲い来る場下ならだから一行を逃がすために、ソングが使用した正方形銃は、ドクターは踊るで、ジャック・ハークネスが使用したソニックブラスターと同じものであると意図されている。モファットは、別れ道の後ターディスに残されたソニックブラスターが、ドクターの未来でソングにより回収されたと提唱した。なお、正方形銃という名称は、 さきのエピソードでローズ・タイラーが作った名前である。本作でリバーが言及したビサンティウム号の墜落は未来で彼女とドクターが直面する第5シリーズ天使の時間、肉体と石での出来事である。本二部作はもともとドクター風第3シリーズのエピソードとして予定されており、当初もファットは家族と過ごす休日に墓地の天使像を見た後、 悪役嘆きの天使を二部作で登場させたいと考えていた。しかし彼は第三シリーズの最初の二部作の脚本から退きドクトルライトエピソードの執筆に志願した。それが後の瞬きするなとなる。なお二部作はヘレン・レーナーが担当してダーレク・イン・マイハッタンとダーレクの進化を執筆した。その後第四シリーズの間にもファットは 以前のアイデアを掘り起こした。彼は図書館がエキゾチックになりすぎないドクター風のための優れた舞台装置になると感じた。登場人物リバーソングはもともとプロットをよりわかりやすくするために創作された。モファットは考古学者のチームがドクターを信頼すると考えていたがドクターのサイキックペーパーでは彼が なぜ封鎖された図書館に姿を現したかをチームに説明し、納得させることができないとも知っていた。そこでもファットはドクターが考古学者の一人を知っている設定にするつもりであったが、後に彼はこのアイディアがあまりにニブラであると決め、そうではなく考古学者のうちの一人がドクターを知っている設定を選んだ。エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスがある。 主のドクターの妻と形容したリバーソング役には制作チームはケイト・ウィンスレットをキャスティングしようとした。ウィンスレットが最初に演技した役の一つは BBC1 のティーン向けドラマダークシーズンでその脚本はデイビスが担当していた。リバーソング役は最終的にアメリカの人気ドラマ ER 緊急救命室の出演で知られるアレックス・キングストンが採用された。 キングストンのキャスティングについて、デイビスは、彼女がベラボーに大好きだ。と述べた。キングストンは、子供の頃、ドクター風のファンであった。キングストンは当初自身の役が繰り返し登場する、役だとは予想しておらず、モファットがソングを常に再登場させるつもりであることを、後に知ることとなった。キングストンは、珍しい女性のアクションヒーローの役を得たことを喜び、 設定の多様性とレーザー銃で遊んで次から次へ様々な衣装を着ていた幼少期のファンタジーを追体験する機会をもたらしたことにドクター風を称賛した。複雑な会話を話さなくてはならないとみなし、彼女は ER 緊急治療室では医療コンサルタントと働いていて彼らが私の言っていることを説明してくれたから私は目的と真実を持って話せたわ。 ドクター風ではどういう意味なのか見当もつかないセリフがある。と発言した。キングストンは自身が出演する2008年のエピソードでテナントやキャサリンテートと自身の役について話し、私たちは意気投合したの。他の番組でゲスト出演したことはあるけれど、こんなに温かい絆を感じたのは滅多にないわと発言した。 キングストンと共演することについて、テートは後に、私は ER 緊急治療室の大ファンなの。異形の念を抱いている人と組むと、大抵は来た時に全く普通でがっかりしてしまう。でもアレックスには全然がっかりすることはない。彼女はとても素晴らしい人よ。と語った。テナントも、アレックスは素敵だ。彼女がジョージ・クルーニーと一緒に過ごす話をすると、彼女がすごく、 クールだと思うよと述べた。ドクター・ムーン役を演じた、コリン・サーモンは後にオーディオ・アンド・オンデサル、ウェイ役を演じた。デーブ・イチを演じたハリー・ピーコックの兄弟、ダニエル・ピーコックは、以前に1988年の、ザ・グレイテスト・ショー・イン・ザ・ギャラクシーにノート・ザ・バンダル役で、出演した。撮影は2008年1月後半から2月前半に、オールド・ス・ウォンジー中央図書館で、この他に、 スウォンジーのブラングインホールで行われた。バシュタナラーダは、撮影監督ローリー・テイラーの管理する光で作り出された。影に視線を送るため、ポストプロダクションで、視覚効果会社ザ・ミルにより影が濃くされた。エピソードが放送される前にザ・サン氏が、脚本のコピーを入手して、それを公開すると脅すと、モファットは、やらせておけ。ザ・サンが1日でこの数の単語を発表するのを、 見てみたいものだ。と返答した。2007年に BBC は2008年5月24日に開催されるユーロビジョンソングコンテスト2008の決勝の放送範囲のためドクター風の放送を1週間先延ばしにした。静寂の図書館は ITV のタレントコンテンツとブリテンズ・ゴッド・タレントとスケジュールが重なり結果として視聴率は苦しめられた。 バーブの最終数値は、タイムシフト視聴者を調整して視聴者数627万人を記録した。一方で、ブリテンズ・ゴッド・タレントの視聴者数は1152万人であった。これは土曜日夜7時という時間枠で、大人数の視聴者を獲得できなかった、ドクター・フー・シンシリーズで初めての事態であった。しかし、本作のアプリシエーション・インデックスは89を記録し、 1> 第1シリーズ、別れ道や、第2シリーズ、永遠の別れ及び継ぎ話、影の森と並んで、これまでで最も高い数値であった。BBC3 での再放送では視聴者数は1350万人に、上り、これは、前話、アガサ・クリスティス層の謎の再放送のほぼ2倍の、数字であった。本作は批評家から肯定的なレビューを受けた。 ラジオタイムズのウィリアム・ギャラガーは本作にこれまでで最高と呼びリバーソングにも肯定的であった。イグンのトラビス・フィケットは本作に10点満点で9.2の評価を与えすべての登場人物の間の素晴らしく面白い回は相次いで心を驚かせるコンセプト恐ろしいキャラクターの瞬間と本のある図書館という設定を称賛した。しかし彼は 真下ならあダのコンセプトはやや間抜けであるとし、特に彼らが骸骨の姿をしている点について、そう評価した。デジタルスパイのベンドーソン・ジョーンズは、静寂の図書館に星5つのうち4つ星を与え、濃度とデータゴーストの素晴らしく独創的なコンセプト、ゲスト出演者のキングストンやサーモン及び、少女役のイブ・ニュートンを称賛した。しかし、彼は、 軽い批判点として、モファットがドクター風で執筆した他のエピソードと似た要素が複数見られる点を挙げた。SFX でレビューをしたリチャード・エドワーズは本作に、星5つのうち5つ星を与え、本作をこれまでのシリーズで最高、と呼んだ。特に彼は、バシタ・ナラーダにより刻み込まれる恐怖と、好奇心をそそる平行な少女のプロットラインを、称賛した。 2011年にデン・オブ・ギークは静寂の図書館のクリフ・ハンガーをドクター・フーの最も優れたクリフ・ハンガー1 0 0 0の一つに選んだ。イグンはこの二部作をテナントの在任期間中で4番目に良いエピソードに認定し、これはザップニットのサム・マクファーソンも同様であった。本作は次話、影の森と共に9号章映像部門短編部門に ノミネートされたが、受賞は、ドラマ、ドクター・ホリブル、エッシング、アロングブロに譲ることとなった。本作は2009年コンステレーションアワードを映画テレビ最高脚本部門で受賞した。ありがとうございます。